はい、こんにちは。社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合なんですが、もう年齢的にはですね、老齢厚生年金を受け取っていただけると、そういう年齢になっておられたとしましても、役員報酬が高いので、年金が実際は支給停止になってしまっていて受けることができないと、こういう経営者の方がとても多いと思います。そこで私どもではそういったお悩みを解決できます役員報酬最適化という方法をお伝えしております。これはですね、役員報酬の年間総額は下げないで、支払い方だけを変えることによりまして、支給停止になっている老齢厚生年金を受け取っていただけると、こういう方法なんですね。シニアの役員様方に大変喜んでいただいている情報でございます。ご興味がある経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。